なんかね僕ら野球好きですからもう野球のシーズンが終わってしまったかなと思うとね、うん、まあまだクライマックスシリーズやなんやかんやっていうのはあるんですけれども、うん、まあ、関西人としてはねクライマックスシリーズという前からもう今年は早うから阪神もオリックスも終わってましたけど、なんかその辺が寂しいなっていうのもありまして、うん、でまあ、この時期になりますとね、うん、引退していく選手もいっぱいおるじゃないですか、ね、うん、オリックスいうと北川はねもともと阪神にいてて、うん、オリックスに行き、もうなんといってもあの近鉄時代の、うん、あの優勝決定逆転満塁ホームラン、うんうん、あんなもんもう漫画で書いても嘘やでっていうような奇跡的なホームランがあったわけですから あれをね僕ほんま見に行こう思ってたんですよ、試合、うん、ただねその何年か前に当時まだ近鉄とオリックスと別れてまして、うん、でオリックスがイチローもまだいてて、うん、オリックスが優勝するんじゃないかという時に、まあ、当時のグリーンスタジアム神戸ですね、うん、行ったんですよ、うん、オリックスの優勝を見に行こうと、うん、行ったにもかかわらず負けよったんですよ遠い、ああで、そこそこ人入ってるしね、うん、次の日もう一回行こうかなと思ったんですけど、うわ、遠いしなぁと思いながらやめたんですね。うん、で、あの、近鉄の、 あの劇的な優勝の時も、大阪ドームなんで、まあ、当時大阪ドームやったはずですわ。で、近いし、行こうと思ってたんですよ。ちょっとなんか、その辺に大した、もう何か忘れてしまうぐらい大した用事じゃない用事があったんですよ。うん、まあ、行ったってな、優勝するかどうか分かれへんしな、と思って、やめたら、あれですわ。行っときゃよかった、と思ったんですけど、まあもうそれも遅いですし、まあそういう北川選手も引退してしまい、阪神で言うとメジャーにも行ってた城島選手ね。で、まあ言うと、記録いろいろ作った金本選手も引退じゃないですか。で、その、記録で言うとね、うちの息子たちが行ってる小学校、これもね、記録ちゃうかと思うような記録があるんですけど、ほうほうほう、今年もね、うん、運動会、うん、雨で順延になったんですよ。でね、去年は、うん、やったことはやったんです、うん、日曜日に。昼前に雨が降ってきて、で、午前の競技で終了になったんです。うんうん、で、弁当を作って持ってきたやつは、家で食えと、で続きは火曜日にと、うん、これももうほぼ順延ですわ、うんうん、でその前から4年間ずっと雨で順延なんですよ、うんうん、ってことはうちの子今5年生なんですけど、はいはいはい、一つ上の6年生っていうのは、うん、1年生から4年生までずっと雨で順延で、うん、順延になった次はもう火曜日なんですよね、うん、で火曜日なんですよ、で、5年生の時にやっとできたと思ったら昼までのうちに雨降って、うん、家帰ってしもて残り火曜日ですわ、うん、で今年も雨で火曜日ですわ、うん、一回もね運動会で弁当を食べた思い出がないんですよ。それはそれでかわいそうやなと思ってね、でうちの息子も次6年生ですから、うん、次雨で流れてしまえば弁当食えないんですよね、うん、親としてはね今回見たら台風なんかやったらもう作る必要もないわけですから、うんうん、楽かもしれないですけど子供らとしてはせめてそれぐらいはと、うん、ただ僕らみたいにねいつでも行ったんでって言うてるような父親は日曜日よりか火曜日の方が見やすいなんせ人そないにいてないですし、うん、でもみんなそれはパパ仕事ですから、うん、その辺も含めて父さんもかわいそうかなとは思うんですけれども、うん、まあ僕らはゆっくり見れるやんってことでこう店に見に行ってたんですよ。でね、5年生の方の兄ちゃんの方は徒競走を4人ずつでこう一応コーナーもしながら走るんですけれども、もうね、もう運動会当日前から俺は3番やと、なんでやねん言うたら1番と一緒に走る2人はめちゃくちゃ速いと、なんぼ頑張っても勝てんと、いやそんな言わんと頑張れんって言うんですけど、でもう1人の子には絶対勝てると、もう3番や、いやど頑張れって言ってたにもかかわらずね、スタートして橋本は一生懸命頑張ってました、でコーナーのところからスタートするん で一番外コースやったんです。初めなんせ前におるんですよ、もう後ろから追い上げてくることすら見えへんぐらいやから、一生懸命走ってるんですけど、こう抜かれた時点でもうあかんと思ったか知らんけど流し寄りますねいやオリンピックの予選やないねからと、それでも1位で流すんやったら分かるけど3位で流すなと、うん、そのうち後ろから迫られてきて、最後ギリギリでなんとか3番目に入ったぐらいやったんで、でねちょっと昼休憩の時にお前なとリレーがあるんやぞと、リレーの時は頑張りや、お前がそんなことしたらクラスお前のチームみんなに迷惑かけねえぞ、葉っぱかけといたったんですよ。さすがにね
必死で頑張ってました。やりよるやん、やろう思ったらできんやんと思ったんですけど、そのリレーで言うとね、昔ってね、僕らの頃ってチームっていうクラスで代表戦やったような気がするんですけど、今はまあその勝ち負けがあかんとかなんかそういう理由なんかもしれないですけど、うん、全員で走るんですよ。で一クラス、まあ、何チームかに分けてっていうことで走るんですけど、でね、僕小学校の時の思い出としてね、うん、もうリレー、運動会のリレーもそうですし、プールもそうなんですけど、僕ね、全部ね、5番目ぐらいに早かったんですよ、クラスで。で、大体5人ずつぐらいの代表を選ぶとなると、うん、大概5番目ぐらいのギリギリのところで僕は代表として入るんですよ。うんうん、でそういう話をすると、みんなええやんと、すごいやんって言うんですけど、もうそれがね、嫌で嫌でね、いつもね、いや、俺いや、俺せんへんせんへんって断ってたんですけど、しゃあないと、5番目のお前が入ってんねんからお前せえって出されてたんですよ。なぜか。これね、もう、経験のある人は分かると思うんですけど、うん、代表上から5番目なんですよ。5人しか選ばれないんですよ。よそのクラスもみんな5人ずつ選ばれてきよるんですよ。その5人の中で僕が一番遅いんですよ。うん、隣のクラスから言うても一番早いやつに僕勝てることないんですよ。うんうん、で順番はどうなるか分からへんのですけど、僕が誰かを抜くことはまずないんですよ。抜かれることはでも。これはね、嫌でね、うん、もう頼むからやめてくれっていつも言ってたんですけど、それは通らずずっと出されて、こういう思い出がある人って他にもいてはると思うんですけどね。まあ、そんなんがありながらで、ね、で、うちの息子の方もね、うちの息子の方はもう、徒競走というかもう、なんか1年生なんで、もう10人ぐらい一緒にバーッと走るっていう感じなんですよ。いや、それもまっすぐのところだけで、でうちの息子も、お父さん、俺3番やねん。お前も3番なんかと。まあ、頑張って2番になりや。うん、多分3番やん。何回やっても3番やねん。って言うてて、本番始まったんですよ。うん、で、ダーッと走っていって、確かに3番で目でずっと走ってたんですけど、兄ちゃんみたいに途中で流しよったんですよ。これはね、なやと思った瞬間に、ゴール手前でバタバタバタって抜かれて、うん、もうほぼベベに近かったんですよ。で、終わってから話してたら、な、3番やろって言い振るんですよ。いや、ちゃうやんけと。で、え、おかしいなーって一応撮ってたビデオ見たりとかしても、どう考えてもベベなんですよ。これ考えたら、うちの息子、ゴールをどっか間違おうとったなと。そんな走りやったなと思ったんですけど、まあまあ、それもしゃあないんで、まあ、終わってしもたことやしないと思いながら、で、他にも、玉入れをやってたりとか、室内機があったりとか、今も見せてもらったんですけど、昔って、父兄へのリレーとかありましたよね。あれ、今、うちの学校だけか知らないんですよ。ないんですよ。もう走る気満々で毎年準備してるんですけど、それがないっていうのも寂しいし、運動会もちょっとに変わってきてるんかなとは思うんですけれどもね。ただ、なんせ、うちの学校は雨が多い。今年は、ほんまは、毎年10月の頭の日曜日が運動会やったんですよ。うん、10月になったら台風が来るやろってことで、一週前にずらそうと思って、9月の月末の日曜日の運動会変えたんですよ。うん、変えたらそこへ台風来やがって。これはすごいなと。金本もびっくりやなというぐらいの記録なんで、この記録が、もうこうなったらね、うちの息子も弁当食わんでええですわ、運動会で。もうほら、下の子も弁当食わんでええんで、10年、20年と、雨天順延記録を伸ばしていっていただきたいなと思っております。